子など豪快さの中に優雅さを備えたものに仕上げております。屋台の屋根の表面を飾るシンボルの門は五七の霧、四隅を飾る幕、高欄掛け、乗り子の一番頭巾は平成23年に新調され、これら屋台衣装も最高の出来栄えとなっており、令和に入り新調した中村総長の本気の出品は屋台を含めた鮮やかなものに際立たせております。この一つ一つにこだわりを持って優勝カレーに仕上がった屋台は、今年も村の宝として奈良祭りを盛り上げてくれることでしょう。どうか気迫あふれる屋台練りの醍醐味を楽しんでください。以上で中村屋台の紹介を終わらせていただきます。担当は奈良中学校放送員海老原優香でした。ありがとうございました。Thank you.
ください。